ジジー6月7日火曜日時刻は4時を回りましたアジクーターラジオアジラジ生放送の時間です今日も沖縄市中央パーカーベニュー入り口から この後6時ままでで DJ モーリーリお届けしていきますあの毎週火曜日、日はですはアシスタントはいあの DA ちょっと遅くなってではありますけれどもね、到着する予定なので、もうしばらくはいお待ちいただきたいと思います。さあ、6月に入りまして、約1週間かな経過というところですけれどもね、なんか梅雨に入ってはいるんですけど、沖縄もまた、ですね、天気がこう雨降ったり、また、 え、梅雨明けですかって思わせるようなね、あの、ティーラカンカンだったりとかいろいろありますけれども、今日一日がね、本当にこう、その醍醐味じゃないかなと思いますね。あの、お昼過ぎてからですか、めっちゃもうね、あの、土砂降りになってまして、で、車にね、乗る前の間なんですけどね、駐車場まで走っていって、で、なかなかこう、慌ててる時ってね、なかなかこう、車の鍵が開かないんですよね。まあ、キーレスなんですけど、 雨降りの時にね、キーレスパーンって開けて、もうこのスピードでね、中に入っていきたいっていう思いがあるんですけど、もうなんかね、今日にかけて、めっちゃこう、ボタン何回もしてるんですけど、全然ね、車が開かないっていう、で、おかげで、こう、土砂降りみたい土砂濡れ、<laughs> もう日本語もおかしくなってますね、えーまあ、濡れましてね、えー、T シャツを変えるということになったんですけどもね、まあ、その雨が上がってから、だいぶもう天気がね、もう青空ですよ。 ねえいいお天気広がってますけれども、えー、今日の沖縄地方、最高気温30度、はい、だそうです。もうね、あのー、水分補給とか夏バテとかね、こういう言葉なんかもねあると思いますけれども、えー、どっちかこうはっきりしてほしいなっていうのありますよね、晴れるんだったら晴れる、雨降るんだったら雨降るみたいな、そうしてもらわないとねいろいろこう対応しないといけないですからね。 さ今日とそして明日6月の7日8日ということで糸満の方では糸満、えー、ハーレーがね行われているらしいですね糸満漁港の方でねいやーこう毎年このまあ糸満のハーレーの話題なんかまた動画なんかをね見るんですけども面白いですよねこのハーレーをこ,うこいで,でしばらくすると一回このハーレーから降りるというかね 転覆みたいな感じで、えー、一回こう皆さんねあのこ、ー、いでる皆さんなんかも一回こう海の中に落ちてでそれからまたひょいっとね、あのー、船をこう動かして。 で中に入った海水を外にねこう吐き出してでそれからまた進むみたいないろんなこうなんかハーレーのね形があるみたいですけれどもねあのお子さんの部とかね一般の部とかさまざまなこう部があるらしいですけれども、はいえー、多分今日明日ねこのままでいくと天候が良くて、えー、いいハーレー日和に、ね、なっていくんじゃないかなと思いますね。さあ糸満から今度は沖縄市に話を移しまして今週末いよいよ 二千十六エーサーナイトが、えー、沖縄市。いよいよ幕開けでございます。はい、今年でね、十年目なんですね。いやー、十年も経つかっていう感じがしますけれどもね。はい、まあ、あの、今年も、ま,あ、まずはね。ミュージックタウンの一階の広場を皮切りに、えーまあ、今後もね、あの東南植物楽園だったりとか。 はいえー、沖縄市の合わせパイオ交流広場だったりとかいろんなこう場所場所で、ね、あのエーサーナイトやっていく予定なので後ほどそのエーサー情報もお届けしていきたいと思います。さアジジクーータラオ 火曜日ですね今日ね6月7日ということではい、あの仕事しながらながらラジオ楽しんでる皆さんもでまたユース s t r e でね映像配信を見てる皆さんも、えー、ぜひ番組までメッセージをお寄せくださいメールの宛先はこちらです761アットマーク fmcoza.jp 761アットマーク fmcoza.jp でお待ちしています6月7日火曜日アジラジ今日も夕方6時まで生放送です さあ今日のオープニング行きましょうエルレガーデンでスペースソニック アジクーータラジオこの放送はお母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディスクーニックの提供でお送りします。 さあアジクルタラジオ6月7日火曜日今日も生放送で FM 小座のスタジオから、まあ、火曜日ねあの DJ モーリー一人でスタイルが多いですけれども、まあ、アシスタントが来るまでの間しばらくね、えー、お付き合いいただきたいと思います、えー、今日もユース t u ムの配信とツイキャスの配信をやっておりますので、まあ、久しぶりにツイキャスの画面を、ねえー、僕が映っておりますけれども、はいえー、ユースとツイキャスそしてラジオで聞いている皆さん、はい、コメントもよろしくお願いいたします 暑いね本当に今僕あの車台車乗ってるんですけど乗ってる台車がですねめっちゃクーラーラ効くんすよもうねなんかこのやっぱりあるでしょうね軽自動車だったりとか乗用車だったりとかこの車によってねその、まあ、状態とかによってクーラーの効きとか風力風の強さなんかも変わるんかなって思うぐらい。 今の車はねもう四段階の二位ぐらいでやってるんですけどめっちゃもうねあの <laughs> <laughs> 音もそうがさいしでまたあの冷えなんかもねあっという間に冷えるんですよねあの車に乗ってしばらくの間ってムワッっていう暑さがあるじゃないですかそれをねなんかこう、まあ、物の一分とかぐらいでね一気にこうキンキンに冷えるっていう いやこれからの時期って、特に沖縄の場合、まあ、車の中も会社の中もお家の中もそうですけれども、クーラー必需品ですからね、はいあのー、ポンプがね、えー、ポンプの問題だったりとか、えーまあ、ガスの問題とかね、いろいろありますけれども、はいえー、特にお仕事、外で頑張ってる皆さんね、もう汗かくと思いますけれども、はいあのー、量を、ね、求めながらですね、はいえー、体壊さないように頑張っていきましょう。 さあ今日なんですけど夏の甲子園、まあ、沖縄県の、ね、夏の甲子園の予選がです、ね、いよいよ始まっていくということで今日抽選会が行われたそうですね高校野球の第98回全国選手権、えー、沖縄大会の組み合わせ抽選会が今日北中城中央公民館であり、えー、出場する63校の対戦カードが決まったそうです。 大会は18日に開幕し沖縄セルラースタジアム那覇を主会場に4つの球場で行われます。えー、決勝戦はは月の17日を予定していいます、はい、ということで、えー、来週の土曜日にいよいよね夏の高校野球沖縄県予選、えー、第98回大会が開幕ということですね。いやもう高校総体がね、えー、まあ頑張った学生の皆さんも多かったと思いますけれども。 また今度はね、野球、はい、甲子園目指して、えー、もう1校だけがねいけるっていうもう多分親御さんとかねその OB の皆さんとか OG の皆さんからすると、ね、できるだけ沖縄からもっともっとねあのー 甲子園に行く高校がね増えてほしいなという思いがありますけれども、まあ、決勝戦まで行ってで甲子園の切符を手にするのは1校のみということですね。まあ、毎年話になりますけど高校野球って、まあ、高校野球に限らずか予選から勝ってでその県の代表になってでいろんな県が集まる大会になって優勝するっていうチームはずっと連勝なんですよね予選から。 でそうじゃないとね進めませんから、まあ、当たり前の話なんですけどただこの確率ってものすごい確率だよなって毎年思うんですよね。まあ、あの今年はどのチームがね高校野球、えーまあ、どこよりも早く、ね、切符を手にするわけですけれどもね、はい、沖縄県予選いよいよ来週の18日土曜日に開幕ということです。 さあ「あアジクーターラジオ」今日の番組のテーマなんですけれども、えー、今日の番組のテーマはですね久ししぶりの再会にしようかなと思っています、はいあのーまあ、このラジオに来る前にね、えー、専門学校当時の同級生夫婦の、えー、やっている、まあ、デザイン事務所に行ってきたんですねいろんなこうラジオの打ち合わせだったりとか、えー、まあ大体雑談が多かったですけどね、まあ、でもこう楽しい雑談をしながらですね えー、ちょっとこうラジオとうまくね、あのー、デザインを融合させようかということで今あの企んでる最中なので、まあ、どんなふうに形が出来上がっていくのか、はいえーまあ、ラジオ聴いて皆さんにもね、あのー、発表していけたらいいなと思いますのでこちらで、ね、ちょっとね本当にお楽しみに。はい、久しぶりだったななでもな、うん まあ、あの専門学校当時もね、あのー、遊んだりもしたんですけどただこう卒業してからっていうのはなかなか合わないので去年ねあ今年の初めかなもう十何年ぶりぐらいに会ってで半年ぶりぐらいにまた今年会って、まあ、今日会ってみたいな感じだったんですけどいややっぱり当時のね先生の話だったりとか。 ね、同級生の話だったりとかで現在の,その仕事、まあ、デザインをねやってるのでそのデザインの話だったり、まあ、僕のねラジオのこう話だったりとかでいろいろこうね新鮮な情報交換ができましたね、はい、今聞いてるみたいですね <laughs> こういうねあの聞いてるよとかっていうのは意外とこうプレッシャーなんですよねはいしゃべりが変わるという変わらんか <laughs> はい、まああのデザイナーの仕事をしながらね、ながらラジオを楽しんでもらいたいと思います。今日の番組のテーマは、えー、久しぶりの再会でメッセージをお待ちしています。さあ時刻は4時16分になりました。続いてはメッセージのコーナーをお送りしていきたいと思います。 さあメッセージのコーナーですこのコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りしていきますさあ今日の話題は、まあ、今日の長官の、えー、スポーツのね紙面なんですけれども部員揃ったさあ試合ヘントナ野球部三年ぶりの夏、えー、6月の18日に開幕する全国高校野球選手権沖縄大会にヘントナが三年ぶりに出場します、えー、4月に8人が加わり 同好会から部員11人の野球部に昇格春までたった一人でも練習を続けてきた3年生の伊勢名良平キャプテンは「一生を目指すのはもちろんみんなで楽しんで最高の思い出にしたい」と最初で最後の夏に胸を高鳴らせていますヘントラは2013年夏大会を最後に部員不足で休部していました天気は昨年の4月 2000年夏に那覇校を主将として甲子園の土を踏んだ高田原康平監督が赴任野球をやりたい子がいると聞いた自分も野球に携わりたかったと同好会を作ったことが復活のきっかけとなったそうです同好会は当時の3年生2人と伊勢名君ら2年生3人の計5人でスタートしたものの夏に3年生が引退すると徐々に集まりが悪くなりました えだが、ずっと野球がしたかったという伊ず名君は練習を続けていました。高田監督と2人のフリー打撃では打った後で球拾いをしました。1人の時も T 打撃など黙々とバットを振りました。え同級生にこの先も大会に出られないのにやってて意味あるのと言われても1年の時にできなかった分野球ができることが幸せだったということです。 今年の4月、勧誘した1年生6人だけではなく、3年生2人が新たに加わりましたサッカー同好会に所属していた海老沢光一は野球初心者、一人で頑張っていて手伝えることがあればと思った野球は難しいけど楽しいと語っています今ではマネージャーや練習をサポートする生徒がおり野球部 OB や地域からは激励の言葉が寄せられています アルバイトをしている部員がいるため、練習で全員が揃うのは月に1回か2回。えー、それでも伊勢名君は、仲間ができて嬉しい、諦めずに続けていれば、夢は必ず叶う、えー、ということが、えー、夢は必ず叶うんだということが分かったと笑顔を見せています。初の公式戦に向け、うまく連携が取れないかもしれない、全力で一生懸命な姿を見せたいと、野球への思いを発球に込めます。 さあとということで、えー、先ほども、ね、お伝えしましたけれども第98回全国高校野球選手権沖縄大会の組み合わせ抽選会が今日の午後2時から、えー、北中城村、えー、中央公民館で行われていたということですね。えー、夏の甲子園出場をかけ昨年よりも1校多い63校が出場するということです。はいえー、キャプテンの情熱にに新たに8人 来週開幕の全国高校野球選手権沖縄大会ヘントの野球部の話題をお送りしましたメッセージこのコーナーはアイルディースクリニックの提供でお送りしました あの高校の時僕バレー部だったんですけどそのバレー部に入ったばっかりの1年生の時にまあ3年生がねえい、ーまあ、えば夏で引退しましてまあ、高校総体で引退をしてさあ1年生と2年生主体のチームになるっていういえば新チームになるっていう時期だったんですけどあの2年生の先輩が1人しかいなくてで僕ら1年生 と、この2年生の先輩1人っていうそういうチームだったんですけどこの先輩もね1人になってもずっと続けてたんですねバレエをねで結果的に、まあ、その先輩が卒業するまで、えー、同じね数年間を過ごしてでその先輩キャプテンだったんですけどねあなんかこの先輩ちょっと思い出しましたね。1人でもこう残って、 バレっってていいいいううかねね部活に打ち込むっていうのがすごいなと思いました、ね、僕はやっぱりこう、まあ、周りがねどんどんやめていったりとかしたらなんかこう流されてや、ね、めそうな感じもしたんですけどやっぱこのさっきのね遍太郎高校の、えー、キャプテンの話じゃないですけどこのスポーツに対するっていうかねその部活に対する思いが多分人一,一倍強かったんでしょうね。 である程度こう辛い時期もあったと思いますけれども、まあ、気が付いたら後輩とかねこう周りにこう囲まれてで夢の大会に出られるということなんですよね、まあ、今いろいろ選択肢がたくさんあると思うんですよね部活にしてもねでまた部活入らないで、まあ、バイトやったりとかそれぞれのねあの過ごし方がありますけれども、まあ、これから高校野球、えー、夏の甲子園県予選もう始まっていきますからね はい、もう応援も含めて、えー、頑張ってほしいなと思いますさあ今日の番組のテーマは久しぶりの再会です、えー、ラジオネーム青の軍団さんからいただきましたチースモーリーチースベッキーの話題が落ち着いてきたりあ、落ち着いてきたり思ったらまさかのファンキー加藤がダブルブッキング本当に今年は有名人の問題が多いななんかね 猿年のまあこんな言ったらねたまたまにっていう感じもしますけど猿年の年はなんんかかこういういいいが出やすすとかって聞いたんですよね一応本当に多いよねこの2016年になってからさ半年まだ経ちませんけど、えー、自分のモアイシンカーにめちゃくちゃファンキー加藤のファンがいるわけ昨年あ一昨と,とか一昨日も千葉かどっかで握手会があってからさ 土曜日に仕事終わってから速攻飛行機乗って会場に夜中に着いて朝まで並んで握手会に参加したわけさその2日後にこの事件えずっとファンキー加藤見てるから握手会の時に元気なかったのが気になってたっては言ってたけどさえこのことだったとはってツイッターでつぶやいていたなあ,あんな爽やかな歌歌ってるファンキーも男だったってことだやええー <laughs> モーリーも気をつけんとということでいや僕はもうねもう全然安全地帯ですよ <laughs> 安全地帯も意味が分かりませんけどいや僕は大丈夫ですよはいあの徹底マークされてますから <laughs> 徹底監視されてますからね GPS こそはついてないですけれどももうどこですかねそういう連絡は ちょいちょいありますから、はい、僕は大丈夫ですよ、はい、いやーでもちょっと驚きましたねしかしねうんなんか似合わないっていうかねえってちょっとこう、まあ、ファンの皆さんからするとさらにねその思いが強いんじゃないかなと思いますけどねはいえー、ありがとうございました青野軍団さんでしたえー、モーリーさん皆さんこんにちはラジオネームわわのかおりだでよはあかっこなき 歯医者で今日も切開された麻酔したのにさやばいぐらいデージ痛かった涙がちょちょ切れたさ今痛みと戦い中あのー、僕もねちょっと3月までかな歯医者通ってたんですけどここ最近はもう全然行けてないんですが麻酔痛いよね <laughs> あのー、はいなんかね どういう痛みかって表現がちょっとしづらいところあるんですけどめちゃくちゃ痛かったのを思い出しましたね今ねはいまあでも歯ってねやっぱ大事ですからね特にこう大人になっていくと歯周病とかねいろんなのもたっこあってきますからね、えー、さあ今日のテーマは久しぶりの再会先月ライカムで三重県の赤服をゲットしに行ったらさもしかしたら16年ぶりかな 音信不通だった中学の同級生でばったり「久しぶりの再会したさ嬉しかったよ」「お互い携帯の番号を交換して後日うちのお店でさランチしたよ」えー「このタイミングがすごいって思ったな」「あーライカムってね知り合いにもあんまり合わないんじゃないあまりにも大きすぎてそんな中16年ぶり音信不通のね えー、同級生と会うっていう。やっぱり分かるんですね。ああいつ同級生だなみたいな。ね。よっぽどこう変わってない限りは分かるんでしょうねきっとね。まあ和尾のカワリーさんがねそのまんま中学校当時の、あのー、まんまだったようなイメージがありますけどね。まあでもこれがきっかけでまたつながりがねできて。 定期的にこう飲むメンバーになってとかねで昔の話にちょっと花が咲いてとかいいんじゃないですかあの先週の土曜日にですよ僕はあの地元の同級生とでまた地元の先輩後輩のメンバー本当にこにあんまりこういうメンバー飲むっていうことがないんですけど久しぶりの飲みに行ったんですね。で まあ先輩方2人いたんですけど一人の先輩分かるんですけどもう一人の先輩が「やばいめっちゃ懐かしい」っていうぐらい顔は覚えてるんですけど名前が出てこないんですよもう何年ぶりかな中学校ぶりなので中1中2ぶりぐらいなのでもう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 22年ぐらいか22年ぶりぐらいなんですけど なんとなく話してる時に「あ名前この名前だったな」ってちょっとパッとね思いついてで名前思い出したもんだからその後ねよく話するようになって <laughs> 話あ名前思い出せない時って話せないじゃないですかなんかあの慎重になるというかいやとっても久しぶりだったなしかしでその当時のねあの中学校の当時の、えー、同級生の話とか 部活の話とか何でお前野球やめたのかとかそのね理由とかの話したりとかですね、えー、多分この飲み会がなかったらほとんど話せなかっただろうなっていうねメンツでまたは内容でしたねいやたまにはいいですね本当にね、うんまあ、これからあのどういうお仕事のつながりまたはねプライベートにつながっていくか分かりませんけれどもまたこう第2回もねやろうなっていう話になりましたのでまた次ねちょっとこう楽しみにしています。 えー、さあこちらいきましょうツイキャスから「こんばんちゃんお久しぶりです」ということで沖縄モンチチさんいただきましたなかなかラジオが聞けずすんません、えー、昨日はかなりの土砂降りでしたがラジオ観覧後に雨に負けたくなくて歩いて帰ったよ靴の中かなりの貯水それにしても新聞店便利よねええー、除水電気料0円モーリーさんは雨の日にてんてんてん <laughs> <laughs> え途中ちょっと分からんくなったなえー、雨の日に負けたくないことってありますか傘ささないとかですかど <laughs>、うんうん、けたくないどんなっすかねいやあのお腹空いてる時にねやっぱりこうあそこのあのコンビニのとか えー、あの、ね、食堂に入ってあれ食べようかなって思ってる時は、ね、土砂降りだろうが何だろうがやっぱりね意を消していきますけどねそういうことじゃないですかねはい、えー、沖縄もちちさん今日の番組のテーマ「久しぶりの再会で」で、えー、メッセージお待ちしています、はい、メールの宛先は761「#fmcoza.jp」でお待ちしています さあ、それでは、まあ、この後ね、一応、アシスタント、今日 DA、登場する日なので、えーまあ、もうちょっとしたら来ると思いますけれどもね、はい、また、DA 当てるメッセージもよろしくお願いします。ではでは、時間まで、ドラゴンワッシュのナンバーでいきましょう。ドラゴンワッシュで、アイボリー。 お届けした曲はドラゴンアッシュのナンバーでアイボリーをお送りしました。さあここでアシスタントディエの登場です。ヤッホー。<laughs> 火曜日アシスタントトゲシリエです。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、今日はちょっと、まあ、マンスリーアシスタント的には、うん、珍しく早い。 登場ということになりますね。なんか心痛い。なんでなんで。心痛い。あ、そうですか。いつもね、あんまり来れないので、ちょっと心が痛い、痛いです。そうですか。いや、もう、そのやも、強心臓で。強心臓。強い心臓で。あ、強い心臓で。はい。ちょっと日に焼けました。日に焼けたね。ちょっとね、もう。すぐ日焼けする。どっか行ったんですか。うん、どこも行ってない。うん。どこも行ってないけど、日焼けした。通勤で。 今こっちから来るるももうう絶対日焼けしたるだろうな思うからああまあ今日ねあのー、天気変わったからねまたねね昨日は雨、うん、雨だったけど今日はね、うん、晴れてこういう日ってめっちゃ気持ちいいよね天気,、うん、天気あ,あ晴れ間の時ね晴れ,晴れの時本当に空見てたらうん、うん、あーなんか美味しそうななんか綿あめみたいな雲だなとか思いながらアイスクリームみたいなねそう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  真っ青に真っ白の雲みたいなね、そんな感じですけど、はい、あのー、天気いい時の写真とか撮りたくなりますよねなんかね、あ,あ分かる、空とかね、わかる、なんかカメラマンバリになんか何回も撮り直したりとかしちゃう、う携帯でね、<laughs> アップとかあんましないよね、アップ？Facebook、ねえなんかさ Facebook さわかんない。 やり方。うん。アップするタイミングがわかんない。ああ、なるほど。習慣になってる人はね、ちゃちゃってできますけど。森さんアップします。まあまあしてますよ。まあしてます。うん。昨日も今日もしたし。うん。うん。うん。でも一週間全然しない時とかもね、ありますけど。うん。うん。うん。さあ、今日の番組のテーマ、久しぶりの再会なんですけど。久しぶりの。どうですか。 どうですか多分ね、はい、あなたはラジオに限らずいろんな方にも久しぶりの再会だと思うんですよ本当にそうなんだよねなんかね、うん、会う人会う人にいつも「久しぶり」って言ってるだし言われるでしょ言われる、うん、なんか「何してるの?」みたいな「読めない」って言われるまあ多分仕事で忙しいっていう、ねまあね、ことだと思いますけどでもなんかさ久しぶりに会うけど友達とかと。うん なんか久しぶり感ないんだよねリ恵の中では。まあ、うん、思いは一つというかつ、うん、なんか、うん、繋がってる感はあるんでしょうね。つな、うん、がってる感はあるから。うん、でもそういえばこの前この前っていうかまあ結構前になるんですけど久しぶりの再会で思い出したのがなんか私いとことかと結構もうちっちゃい頃は遊んでたけど、うん、もう10年とか十何年とか会ってないいとこがいて。うんうん なんか会ってみあもう多分私がちっちゃい頃だから15、うん、1 5六6年前もうその子は多分私のこと覚えてないわけ、うん、ちっちゃかったから、うん、だけど会おうって言って連絡先どうにかこうにかおばさん伝いで聞いてもうなんか会ったんだけどこの相方がねまるで出会い系なんかねジャスコのこの目の前に 待ってて何色の洋服着けてるよみたいな感じのをやり取りしてて待ち合わせ場所に来る感じのあれだそうそう待ち合わせ場所にもうその子ちゃんと来てくれて、えー、でそれで「あ久しぶり」って言って私は覚えてるから、うん「なんとか久しぶりね」って言って言うけど向こうは多分ポカンだったはず、うん、でもそっからちょいちょい連絡取ったりして定期的にご飯行ったりとかそれがいとこ 結構まあ疎遠になったりもするからでもやっぱりねいっとこうって血つながってるからうん、うん、ちゃんと連絡取っとこうと思ってなるほど結構積極的ですねその辺ねなんかねたまにね、うん、パッて思い立つ時がある衝動的になる時あるんだ衝動的で思ったらすぐ行動しちゃうはあでもこの瞬発力って大事ですからねなんか大事なのかななんかね、うん うん、たまーに怒るでも喜んでたんじゃない向こうも何やかんやでなのかな喜んでくれたら嬉しいけどね<ー>、うん、いやいとこにああおうと思って連絡してっていうのはなかなか思いつかないからねあそうなの、うん、なんかね定期的に集まるとかだったらいいんだけど、うん、この親戚の集まりとかあんまりなかったから、うん、ちっちゃい頃あの抱っこしてた子がどんなふうに成長してんのかちょっと見たくなって、えー、とかうん、うん 感じっていう話。なんかこうおじさん目線おばさん目線からすると、その当時の幼いマまのイメージが離れないからね意外とね。最初離れなかった。なんかちっちゃくてもう泣きべそかいていつも後ろからついてくる感じだったのに、あこんなに立派になったんだ。やっぱりあれですか。やっぱ話の始めとかって敬語なの？誰が？お互い。お互い。うん。あその子が下だから五つ？ ぐららい下ななのかかだ向こうが敬語って感じ向こうが一応敬語使うわけうでなんか「りえお姉ちゃん」ってちゃんと言ってくれるわけほう「りえねえねえ」とかじゃないんだ「りえ <laughs> お姉ちゃん」って言ってくれるんだけど、うん、でももう今は普通に「ねえ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 」って言われるへ、えー、んかちょっと音とできた気分あ 弟,な弟みたいな感じなんです、ね、るほどなるほどこういうのいいいのですね、うん、なんか大人になって違う形での再会っていうかねさあ今日の番組のテーマ「久しぶりの再会」というテーマですけれども、えー、皆さんの最近ね久しぶりの再会を果たしたことってどんなシチュエーションだったんでしょうかまあそれがこう先生と生徒だったりとか<お>、えーまあ、どこで誰とつながるかっていうの分からないですからね本当にね。ね 沖縄特にだよね。うん。ね。もうだからさっきも話したんですけど、うん、中学校の先輩。中学校の先輩と二十二年ぶりの再会だったから、うん、もう本当にこの先輩がいるっていうのは全然分かんなくてからさ。うん、うんうんうん。でも顔は覚えてるわけ。ああ、なるほどね。でも名前を覚えてないっていう展開だったんだけど、話してるうちになんとなくうん、うん、あ。 この先輩の名前はこれだっていうのが出てきて<ー>、で話ができたんですけどね。二十二年ってもうなんか始めましてって感じしなかった？いやでも小学校六年中一、うん、僕中一の時だったので、うん、その先輩とね、うん、あの交流してたのは、うん、まあ交流というかあのまあ部活の先輩と後輩の関係だけですけど。 まあでもほとんどこの部活でも喋らない喋らないというか野球のこと以外も喋らないというかさプライベートな話って学生時代ってあんましないんじゃない先輩後輩とあそうだね部活のね練習とか試合のんか戦略的な話とかだっらあるかもしれないけど最近調子どうなねとかんかそんないさしないさだから本当にほぼ初めてに近いぐらいんかゆんクでしたねうん さあメールも紹介しましょう。えー、MJ さん。ハイサイ DJ モーリー &DA、MJ です。はい,い、最近。先週土曜日に高校の同級生と久しぶりの再会しましたよ。えー、この年になると話の内容は健康のこと。えー、高血圧がどうの。えー、この間病院行ったのが話のメイン。あと10年したら何人生き残ってるかな。<laughs> えー、ラジオネーム <laughs> MJ さんからいただきましたこれめっちゃリアルな話ですね <laughs> リアルな話、うん、いや10年後はいいんじゃない1年後でいいんじゃない次、うん、<laughs> <laughs> 10年後ってね、うん、早いような気もするけど、うん、でもあと10年自分の年齢をプラスしたらね10年 38?、まあ、僕ぐらいですよい、うん、ったら、うん <laughs> まあ楽しく生きてられればいいかな <laughs> 僕も10年後は47ですから47歳はいまあまあなだ、ね、まあまあなおじさんですからね <laughs> 今も結構きてますけどまあまあなおじさんだと思います47って言うとねあでも結構楽しみもあるんじゃないですか楽しみうん、うん、あの成長がね10年経ったらあ娘の成長ってこと、うんうん、まあもちろんねそれもありますけど、ね、うん、うん 髪の毛がね持ってるかな。大丈夫じゃないモーリーさんは。大丈夫かな。うん大丈夫だと思うよ。38？38？何が？今？うん37。37？でそのふさふさ感は大丈夫だと思うよ。そのふさふさ感。ふさふさあふさふさしてますか。うん。あそうですか。じゃ大丈夫かな。大丈夫よ。こちらも行きましょう。ピーチベルシルバーからモーリーへリスナーさんこんちくび 今日のテーマ昔滋賀県で5年ぐらい出稼ぎに行ってたんだけどさ、うん、今でこそ SNS があるからつながれるけど、うんうん、その頃とかはアナログの携帯のみ、ね、番号が変われば教えてくれるし、うん、年賀状もくれるし、うん、たまにご当地物を送ってくれるし、うん、そこで友達になった方々が 沖縄に遊びに来て会いに来てくれるってば。<お>北海道や関西や関東と出身は様々ですが、このつながりをずっと大切にしたいな。すごい,すごいね。すごいずっとつながってるね。すごいね。沖縄にまた遊びに来てくれるっていうのがまたね。うんすごい。そうだったな。昔こう番号が変わったら、うん、あのー、知らない番号からかかってきて。うん まるだけどもって言って説明しよったよねあメールとかさたまになんかメアド変更した時送るじゃん一斉メールみたいなね一斉メール送ったらなんかエラーで返ってきたらちょっとなんか切なくなったりああですねわかるこういうのありましたねもうつながらんくなってるとかねありましたねあったあった あの携帯なくしたんで用ある方はこちらまでとかいろいろコンタクトが取れるからねツイッターインスタグラムフェイスブックそれぞれこうメッセージ機能がねあるからそのメッセージでコメント残せばつな、うん、がりますからねいやでもこうずっとこうやって出稼ぎ当時のさ、うん、その全国の皆さんと今でもっていうのはすごいねこれはね。だって ね、アナログ携帯で連絡取り合ってたわけでしょ私は、うんうん、すごいどうですかこういうなんかこう、うん、まあ沖縄もそうですけど、うん、全国の皆さんとのつながりとかってあります、うん、え全、ー、まず全国行ったことないからねあんまりいやなんか富士山とか行くさあー行くけど、うん、なんか沖縄から行った子とか、うん、ああ<ゃ>でも一人だけいる、うん、なんかね 超ちっちゃい頃におばあちゃんと大阪に行ったことがあって、うん、で大阪にその時なんか親戚のお家に泊まっててでそこお風呂がなかったわけその地域多分銭湯をみんな利用してて、うん、銭湯行ってたんだけどそこでなんか同い年ぐらいの女の子と仲良くなって<う>で文通してたわけ最初でもそれが携帯持ち始めて携帯になってで今 Facebook とか LINE につながってるモバイもう本当に私も小学1年生とかだから顔とかも全然もうなんかおぼろなんだけどでも一応つながってたまに元気、えー、大阪遊びに行く時連絡するよねとかこういうのいいですねうん、うんまあ、ずっとねつながってるっていうのがねうんうん、うん えー、ラジオネ、ね、ンピーチベルシルバーさんありがとうございました。リクエストは「桃色クローバー Z のご当地なんちゃらお願いします」ということでリクエストいただきましたが<い>、えー、なくて代わりの曲をお送りしていきたいと思います。桃黒でゲッダン さあアジクルタラジオ火曜日今日の番組のテーマは「久しぶりの再会」でメッセージをお待ちしています。あのー、今ちょっとねスイーツの話、うん、CM 中してましてうん、うん、人だけじゃないなと思いましたね。久しぶりの再会って、うん、ああわかるあこれ昔めっちゃ食べたけどなかなか食べてなくてで久しぶりに食べたっていう再会もねうん、うん、あるんじゃないですかね。あああるある,、うん、あるよね、うんあのー、最近スーパーパで、うん ウエハース的なチョコなんですけどアメリカのねあわかるわかりました赤いやつでしょ赤いやつ昔からあるやつそうめっちゃ好きあれそれが最近これめっちゃ売れてますみたいなポップ広告がやたらと書かれてあってで結構な在庫のそのんていうの陳列棚に並べられてるわけ弁当を買ったついでにね ちょっとデザートね買おうと思って買うじゃないですか。先に食べようか、うん、弁当を食べた後の楽しみにしようか、いつも、うん、迷いますね。はい、すぐ食べる。<laughs> <laughs> 迷わずすぐ食べる。そうですか、うん。すぐ食べる。後とじゃなくて？あとじゃなくて。あ,あ,くてあんまり楽しみを後にとかっていうタイプじゃないですか？ああ、そうだね。欲が。<laughs> 欲が。欲が強いから。 食べ,食べたい欲が強いからなんかたまにバイキングとかうん、うん、ああいうとこってアイスクリームとかあるじゃないですか、うん、でちょっとあのメインのご飯頼んである間にサラダとか取ってとか飲み物取ってとかバイキングでやるんだけど真っ先にアイスから取ってアイス食べてる <laughs> もう子供ですね <laughs> もうね <laughs> やばいめっちゃ美味しいみたいな。 だって昔はそんなことできなかったじゃんあまあ確かにね怒られてたじゃん確かにねお母さんに怒られてたもんでも今は大人だからできるみたいな怒られないんだ怒られない思いながら食べてるまあ自由ですからね言ってもね一応昨日もちょっと居酒屋というか割烹で話になったんですけど焼肉の食べ方とかあるさ最初はね塩辛 その後にタレが濃ういのからとかサラダは先にとかなんかいろいろあるさ健康面でねやっぱりこの血糖値の上がり下がりのあれで炭水化物とかっていうのは最後でなるだけ汁物お野菜とかっていう風でなこう確か流れではなっているじゃないですか僕も番組持ってるんですけどでもそこの大将が言うには焼き肉の順番とかあの 味の先とか後とかっていうのは、うん、その本人が決めることであって、うん、それが美味しいと思ってんだったら、うん、それでいいじゃないっていう話になってたんですよ。<笑><笑>私それ賛成派 <laughs> おーっ,て思ってなんかこうお店のこだわりがね焼肉だったら最初はあの塩でいただいてとかでその後にこにちょっとソースをつけてとかあの大根おろしやってとかなんかそういうのを進めてくるんかなと思ったんですけどいやもうその人がおいしいと思う食べ方でいいんじゃないですかっていうのを聞いてあいいんだみたいなだからあなたのこのアイスクリームか食べるっていうのもいいんですよ。 いいのかないいよねんじゃないですかでも食べながら思ったのが私多分子供ができたらちゃんとデザート後に食べなさいって言ってるはずって思いながら食べてたあちょっとそのことをねイメージしながらイメージしながらじゃあその時になったらその食べ方やめるんですか 一応やめるかもしれない。ね、うん。行ってるからね。<laughs> もうね、行ったことはな。ちゃんとね。うん。うん、はい。はい。てな感じ。ということで、四時代この辺でエンディングです。うん、今日の番組のテーマは久しぶりの再会でこの後五時代もメッセージを待ちしています。この放送はお母さんの幸せそれは家族の幸せアイデディースクリニックの提供でお送りしました。 Radio, on FM ジジさあ火曜日時刻は夕方5時を回りましたアジクーターラジオ今日も木梨中央パーカベーニュー入り口から DJ モーリーと かヨびやすさんとりえがお送りしております。はい、今日の番組のテーマなんですか。今日の番組のテーマは久しぶりの再会。はい、こちらでお届けしてますけれども、はい、いやあの兄弟とね、うん、なかなか僕大阪にいる兄ちゃんと何年ぐらいですかね。うん、あまあ去年僕の広いに来ていただいたので一年ぐらいは会えてないですけど、でもその間も全然会えてなくて、うんうん、でお一個目一個なんかも大阪にいるんですけど。うんうん、ああなるほど。 もう上は小学校6年生ぐらいなのかななのでもしかすると6年間ぐらいこの甥いっ子めいっ子と会ってないかもしれないあら、ま、もうその時の写真はしっかり実家にあるので分かるんですけど今現在どんな感じで成長して大きくなってるのかっていうのがなかなか見えてこなくてまあ会いたいなと思ってますけどね。またた会った時楽しみですね本当 足の長さとか、ね、手の長さとかさ、ね、身長も含めて変わってるでしょうねきっとそうだよねっそうあさっき話したねこのいとことかなんだけど、うん、私より明らかにもちっちゃかったのに、うん、身長180とか190ぐらいになってて野球やってるって言っててその時はあ何この見上げる感じって思った <laughs> 嬉しいさ反面 びっくりだねもうびっくりあんなにもうなんかこ,<の>こんなにちっちゃかったのに,に膝とかももとかぐらいのイメージだった,たとももといとこがそうそうそう,そうが189とか<ー>まだ身長伸びてるよとか言われた日にはねもうまあ日本のねバレー日本代表みたいな感じの背丈ってことですよねうわーそびっくりするわ敬、うんね、語のならんかった思わず <laughs> 逆にね <laughs> あ こんにちは <laughs> みたいな「久しぶりですね」みたいなそんな感じになりそうだよねなりそう <laughs> へーまあでもこう姿あま顔とかは変わらず面影残っててあ<ー>みたいな思わずね敬語なりそうだったけどそこはちょっとお姉ちゃん風吹かして「お久しぶり」みたいな,みたいな感じでいったんだけどね。えー、いやこの小学校からね <laughs> 6年間と中学に入っての3年間とまた高校に入っての3年間ってまあそれぞれ節目であるけどそれぞれなんか成長の度合いがまた違いますよね。そうだね卒業して高校大学とかなってきたらもうなんかこう身振り手振りとかあとなんかこうファッションなんかもちょっと大人ね言葉遣いなんかも目上の人と関わることが多くなってくるからなんかこうおいつの間にかなんか。 大人風な感じになってるなとかねうそうなりますよねあるある、えー、今日の番組のテーマ久しぶりの再会でメッセージをお待ちしていますさあちょっとお知らせなんですけど6月の12日今度の日曜日、えー、2016エーサーナイトがいよいよ今年も開幕でございます、えーまああのー、お盆までね、えー、お盆までの間 まあ、沖縄市は6月の13日が、えー、エーサーの町を宣言した日なんですけど、まあうん、その日ぐらいから皮切りに、えー、約2か月間にわたってほぼ毎週末 沖縄市のミュージックタウンの広場だったりとか沖縄市の市役所の前だったりとか、うん、あと農民研修センターだったりパヤ交流広場等で、えー、各青年会、沖縄市もそうですが沖縄市以外の青年会もゲストでお迎えをいたしまして映雄、えー、を楽しめるそんなイベントでございます。まあ、今度の日曜日曜、えー、午後7時から 沖縄市のコザミュージックタウン音楽広場の方でエーサーナイトスタートしますのでぜひ皆さんも足をお運びください、うん、雨が降った場合でも、ね、あの屋根が出てきますからそんな時でも大丈夫ということですね、うん、であの u s t r e a 配信ということでその日あの会場に来られない皆さんも、うん、内地の方でもね、うん、エーサーナイト2016で検索すると、うん、映像が見れますからーエーサーやってるいいね はい、こちらも利用していただきたいと思います。で、あの、今年、えー、司会はですね、DJ ・モーリーと、うん、ーアシスタント。あ、違うや、えー。ミス・ハイビスカスの中から、うんうん、前戸ニーナも。今回、一緒に a ーサーナイトやること決まりましたので、ぜひ<ー>、えー、皆さんも会場でお会いしたいと思います。 えーまあ、今週、今度日曜日にコザミュージックタウンの音楽広場で夜の7時からの開催となっています、まあ、あのネットでね A. サナイト2016で検索をすると、えー、スケジュールが出てきますのでこちらで確認してみてみくださいさいあメール紹介していきましょう、えー、ラジオネーム RTM のみっちゃんさん久しぶりの再会といえば、うん、子どもの野球部で同級生に5人再会することがありました。ほう えー、意外とみんな結婚しても地元にいるんだなと思いました。ああ、えー、同級生の子供には優しく指導したりひいきしていたな。それにしても娘のバスケでは同級生に会いませんねということで。これ部活を通して久しぶりの再会っていうね。うあ、不景ってこと？不景気になってるってことだよね。へ、ねうんうん、えー。どうなんですか同級生と会う？なんかスーパーとかコンビニとかで。 私は地元沖縄市なんですけど、うん、今はちょっと宜野湾にいるからなかなか会わないんね<ー> <laughs>、うん、なかなか会わないかな私生活ではみんなどこにいるんかなって思うよね,ね思うでも割と同窓会みたいのをする時はる沖縄市に行くからあ<ー>ああみんなやっぱ沖縄市にいるんだな地元にいるんだなって思いながらうん、うん、なんか、ねスーパーとか まああのショッピングセンター的なところ行っても全然おい久しぶりっていうのがなくってからさあれみんなどこにいるのかなって思いながらまあ多分こう仕事のね関係とかあと家族がいるとかまあ部活だったら多分子ども送迎とかねそういうのがあるからなかなかそういう場所に行けないとかあると思いますけれどもえさあこちらも行きましょう。 ピーーチベルシルシバーちなみに自分の携帯番号16歳から変わらないですよ、えー、昔は「030」から始まる10桁だったかな<う>そこに「9」が加わって11桁になったんだよね<う>ということでこの携帯電話の番号そう「030」あ10桁その桁数がね、はあ、前に前もう何年か前からすると。 変わってきましたよねということですでね。でもすごい16歳から変わらないってすごいね。すごいね。うん。変わらずにできるんだね逆に。まああれじゃないあのーうん、MNP だっけ番号そのままでみたいな。このはいはいはい、はいこの。会社っていうかね携帯会社自体はこう変えてうん、うん、でただこう番号はそのままという。うさあこちらもいきましょう。えー 青の軍団さん久しぶりの再会、うん、先週弁当屋で弁当を選んでいて、うんえー、隣にいた作業服のニーニー見たら同級生でよ2年ぶりの再会かや、うんえー、もアえもやってたけどさモアイもやめて、うん、音信不通だったわけしかもよデージオがれていてからさ全くわからんかったってばモーリーも去年の忘年会から会ってないさでも俺はよ毎日見てるさね マーガラで再会したら、久しぶりってなるんかや、ということで。<laughs> まあ、声とか、ね、うん、映像配信で姿は見ているんだけれども。うんうん、青野軍団さんはね、僕自体は見てないから。あ、そうだね、うん、見てないから、久しぶりってなるんだはずね。うん、うん、なるかな。なかなでも、連絡取ってたら、ね。うん、こうやってね、毎日メールいただいたり。 読んで送ってって言、ね、ってたらこの辺ね今の時代ってそのフェイスブックとかで近況をお互い知れてるから久しぶりな感じはしないっていうのはありますよね。しないかも。うん、まあそれがなんか良さでもねあるんじゃないのかなと思いますけれどもどんなかな小の軍団さん。<laughs> 相当変わってたら その代わりようにね驚くとは思うんですけどたぶんそのままだと思ってますのでまあじゃあ久しぶりにねスタジオの前に遊びに来てもいいのではないでしょうか、うん、お待ちしております、はい、さあ5時のオープニングアシスタント DA からのリクエストということでじゃあ曲の紹介をお願いします。ン、はい、ンプオブチキンでハローワーワルド さあ、午前のオープニングは、バンポ・オブ・チキンのナンバーでハローワールドをお送りしました。この放送は、社会福祉法人人福祉会、道塩保育園、花風三里保育園の提供でお送りします。 さあアジラジラ生放送をお送おりしていますちょっとね、小座上空がどのように雨雲がやってきておりまして、うん、なんかこう今にも雨が降りそうな、うん、なんかすぐね、降りそうな感じですよね。ねまあ、ただ、今のところまだ小雨もまだ落ちてないということですけれどもね、この後もしかするとまた一雨来るかもしれません、えー。お出かけの方もね、これから出かけるよという皆さんも戸締まり等もよろしくお願いいたします。 さあ今日の番組のテーマ久しぶりの再会でございます昼間の奥さんからいただきました、はい、懸命に雨の匂い、うん、音符マーク <laughs>、えー、昼間の奥さんよ DJ モーリーさんディエッポン味くうたの皆さんお疲れ <laughs> 本日も旦那が車を使っているので、うん、歩き出勤しましてーゴーヤー畑も覗きながらねゆっくり15分かからんよ雨の匂いしてきた、うん、大粒だけど少ない変な雨 うん、さあテーマー「久しぶりの再会」えー「結婚してすぐの頃ヘルニアになって2ヶ月近く入院したことがあったのよ」うんえー「その時の担当医数年後に別の病院の整形外科外来で再会」だいぶ前の話ですがね、えー、自分は覚えのある名前ですぐに分かってたけど先生には症状の説明よりも先に「先生覚えてますか新婚なのに救急車で運ばれて入院して先生に見てもらってましたよ」 あのヘルニアが痛いんです先生もすぐに思い出してくれてヘルニアつながりで再会 <laughs> 先生もいろんなヘルニアを見て勉強してるんだですね <laughs>、うん、きっと今もどこかの整形外,科外来かなということではいいただきました <laughs> ヘルニアつながり <laughs> ヘルニアつながりで <laughs> でもすごいですねなんか別の場所に行ってもまた会うっていうのが <laughs> うん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  <laughs> 覚えてるっていうのがね,ね覚えてるっていうのがすごいまた一<ー>日にねな私たちからしたら一人の先生かもしれないけど一、うん、日に何人も何人も患者さん見ていらっしゃる方が覚えててくれるのはすごいと思う,うん、うん、そうだよな相当ね多分インパクトあったんでしょうね <laughs> <laughs> 進行当初っていうので、うん、もう何十年か前のね出来事だと思いますけど、うん いやよ,よっぽどだったんじゃないですかねえ <laughs>、うん、ボクサー全然覚えられないわけそうですか本当にあに存在が存在感がもうほんに覚え,覚えられないって自分,自分はもうがっつり覚えるわけ覚える本当に自分が覚えられない覚えられないそれはちょっとあれじゃんなんか <laughs> 全然そんなことないと思ういや本当に あのよく行く内科があるんですよ風邪をひいたら喉がやられて扁桃腺が腫れるっていう症状がお決まりなんですけどカルテを見たら「あ、うんはい、あんた前も来てるね、うん、前は?」ってこうスクロールしながらこの上げた薬とか症状を見て「あんたは気管支がいいがいいんだね」っていうのをそういうデータがもう 何十回も言ってるからわかるはずなんですけどあんた半年前も来てるみたいだねみたいな感じだわけ、うん、は同じ先生同じ先生だよ <laughs> 同じ先生にあのー、アイスクリームの木のスプーンみたいなもので「喉 <laughs> 見てみようね」っていう作業に始まり「やる工程全く一緒だわけちょっと胸開けてごらんとかで顔を合わせて、うん、いろいろこの症状についての話をしてるんだけど全然覚えないわけ。 これはあれじゃん何かこのお医者さんの流れみたいな感じじゃないわかんないけどいやでもねこねったらですけどそんなに忙しそうな内科じゃないんですよ本当にうんうん待ち時間5分ぐらい本当にすぐ通るわけなるほど新聞読んだりとかお茶飲んだりとかねしたいなと思ってるんですけどすぐ義母さんって呼ばれるからすぐも途中で閉まってっていうのが パターンなんですけど。うん、先生が覚えないですよね。そろそろ覚えてほしい。<laughs> いや、もう、ここまできたら、もういいかな。うんうん、もういいか。うん、ええー。珍しいよね、一応ね。ね。だって、森さん、結構身長もあるし。うん、ね。一回で覚えられそうだけどな。まあ、具合悪いから、行ったら、その病院行く時って。うん、あ、そっか。 もすべての気配消してるんでしょうね気力というか声も出さんからねあんまりそれだったら多分覚えられないのかなどうなんだろう言われたことに対して「はい」ぐらいしか言わないからだからなのかなインパクト残すたび何かしないといけないのかなインパクト残してきたらいいんじゃないですかちょっとこのおじいちゃんにね昼間の奥さんばりにインパクト残る人いるさうん もう来た段階から。うん。わかる。あるよね。パワ,ねパワフルな感じ。パワフルな感じ。もうさあみたいな、もう症状全部ばらーって喋る人とか。うん,う,んうん。うん、すごいよね。うん。すごい覚えるね。うん。覚えやすい人。うん,うん。ね、覚えられにくい人。うん、それぞれいますけれども。さあ、こちらも行きましょう。ラジオネーム。ええー。あ、昼間の奥さん。ええー、ゴヤ七丁目。うん。森さん、七丁目は大雨だよということで。 <お> NBC のあの通りはいはりい、はい、雨降ってますよっていうことですね。ちょうどね、ラジオのところから見える、うん、あっち側って言えばいいの ?330、丸小屋十字路付近かな、うん。ちょうど NBC ぐらいがちょっと曇ってるだろうなっていうのが。あまあ、まだね、この中央パックアベニュー、うん、上空は雨が落ちておりませんけれども、まあ、ただ、小屋の7丁目あたり、うん、NBC のあの辺ありは大雨ですよということですね。うん はい情報ありがとうございますえーさあツイキャスの皆さんいかがでしょうかツイキャス <laughs> ツイキャスはうん <laughs> 後でで大丈夫大丈夫ですよ大丈夫はいツイキャスでも今日のテーマうんなんだっけ久しぶりの再開。<laughs> はいお待ちしておりますはい人でもね人じゃなくてもうんうん あ、そういえばさ、うん、久しぶりの再会で思い出したんだけどなんかね多分五六年前にゲットしたポスターを見つけたわけ、うん、もう思わず久しぶりって言ってもうそこからテンション上がってあの額縁に入れた何のポスターですか初音ミクああなるほどなるほどのポスターなんだけど<う>あの普通のポスターと違うわけ、うん、3D なわけ<ー> 3D ってあのなんか 昔流行ってたなんかトレーディングカードとかであるなんかなんていうのキラキラのキラあの角度によってうん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 絵が変わるやつはい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 あれのちょっとデカめの A2 サイズのポスターを見つけて、うんうん、久しぶりって言いながらもう速攻学買いに行って学縁に入れてたいでそれがもうかけられているんだもうかけられているええー、まあこれ掃除してる流れで見つけたのかなあそうそうだねうん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 、うんうん いういえばその世界の人からすると初音ミクってもう神様暮らすなのかなねもうんか私はもう可愛い目線で見てる可愛いなこの子みたいなうん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 それを見つけたとそうそうそうまあそういう再会ってことですね今までねなかなか埋もれてて気がつかなかったけれど出てきてと出てきて掃除してよかったなって思ったからねうんありますよねそういうのねうん では曲を1曲お送りしたいんですがこれはラジオネーム B の会さんからだきましたアルフィーの「星空のディスタンス」「ハウンドドッグのテテ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 テ」みたいなやつ何だっけどっちだっけよろしくお願いしますホルティッシュもでしょうね多分ねすごいな分かったな今これティテテ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  曲いきますお届けする曲は B の会さんリクエストアルフィーで「星空のディスタンス」。 ラジオネームビーノカエさんのリクエストはアルフィーで「星空のディスタンス」お送りしましたアラジアジラジ 「とスイッチ押したならかけるは FM レディオ7 6 1、yeah. これで決まりだなその耳の音も」「FM コ坂構わず聞いてみな」「心と心がつながるレディオ」「俺は隣に押し寄レディオ」「76.1聞くなら

さあ時刻は午時三十分になりました。花風美里保育園道場保育園プレゼンツ未来課内のコーナーです。さあ今日の未来課内のコーナーはですね、あの昨日から、えー、花風美里保育園の保育士の皆さんにですね<う>、えー、保育士になったきっかけとかですね、保育をやっていて楽しいなって思うところなんですかということで、あのインタビューをしてきました。うんうん、まああのー。 子ども自体も、ね、保育園にこう預けられなくて待機児童の問題もある中で、うん、保育士さんもやっぱり少ないといとうことなんですねうこれはもう全国的にそうなんですけどん、まあ、そんな中ですね、えー、子どもと関わることで、えー、得られることだったりとか、うん、その保育のやりがいについて、うんえー、インタビューしてきましたのでこちらの様子を聞いていただきたいと思います。 吉見先生でございます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先ほどのあの鈴鹿先生にも聞いたんですけども、緊張してますか。はい、とっても緊張してます。はい。こうやってまあ例えばこうまあテレビだってラジオの方が来て取材とかってないですか。はい、全く初めてで。初めて。はい。あのもうドキ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 ただえさえあの緊張満ンなのに。はい。はい。 とってもドキドキしてます。<laughs> 足から足の芯まで緊張してます。<laughs> <laughs> まああの今回ですね、はい、あの保育士の方に、はい、まあいろいろこう保育の現場でどうなんですかっていうことでインタビューしているんですけど、はい、あの吉見先生は何年目ですか。はい、私は五年五年目ですね。はい。はい、またこの五年間の中で、はい、まあ担当のクラスっていうのは何歳児になりますか。あの去年まではあの。 未満児012が多かったんですけど<ー>でも今回花フ三里保育園に来て、あのー、3歳児って初めての経験ではい、はいあのー、4月から始まってるんですけどこの0歳の毎場、はい、新生児というか子供たちと、はいはい、この現在3歳の子供たち担当して違いも,もちろんあると思いますけれども、はい、どうですかそうですね ゼロ歳児はやっぱりあの言えない言葉で言えない分私たちが察知してあやしたりおしっこした,したんだなっていう感覚とか泣き声とかもうちょっと違いが少し分かってきててでもやっぱり三歳児になるとやっぱり自分の思いを伝えることができるのでこの違いがとてもあのし,ゃべしゃべるしゃべるていうのかな 何ですかね、うん、しゃべることに対して私たちの答えるあのこともいろいろ勉強になります、えー、はいすいませんまたこの3歳の子供たちって、はいえー、まあ えっとね、先月かな、はい、あ道千保育園のほうで講演会があって、はい、その中でいろいろ0歳の特徴、1歳の特徴、はい、3歳の特徴とかって話をしてましたけど、はいはい、ごっこ遊びだったりとかが、はい、すごいこう、うまくなったりとか、はい、あとゲームが長続きするとかっていう話がありましたけど、はいはい、それぞれのこう特徴をこう見ることができるっていうのは楽しいですよね。 もういい経験をさせていただいています。うん、はい、今保育園楽しいです。<laughs> 保育士として楽しいです。<laughs> はい、あのゆしみ先生のえ、はい、えば保育士になりたいなと思ってきっかけって何ですか。はい、私はあの、えー、と何ですかねあの内気で全然人との関わりがうまくい,いってない時に、はい、幼稚園の先生と出会って、はい、この先生があの とっても優しく百合子先生でしたかね、はい、が優しく私の方に近寄ってきて私は最初はもう怖いっていう何て言うのかなやっぱりしゃべるのが苦手だったので怖いしかイメージが出てこなかったんですけど優しく本当に声かけをしてくれてこれで私ちょっと変わって、えー、保育園の先生ってとってもああいいんだなーっていうのを感じて。 私も人に、うん、あの優しくしたい、うん、あの感謝の気持ちであの接,したい接してあげたいっていうあれがあって保育士を目指しましたこいくつの時ですか、はい、私は、うん、と中学もう確実に中学校からですね<ー>、はい、思いが強くなったのははい、はい それからまた高校進学をして、はい、でまた大学保育の学校行ってってことですか、はい、そうですねさあもうこの夢が叶ったわけじゃないですか、はい、じゃあ毎日楽しくてはい楽しくてもう本当にはいもう子どもたちが大好きです <laughs> 保育園に来ると不思議なもので、うん、僕いろんなこう現場で取材に行くんですけど、はい、全然緊張しないというか、はい、なんかこうリラックスするのは何でなんですかねはいでも私はままだ緊張します保育園の現場でもやっぱり子どもが「何,うん、何やりたい!」って質問にちょっと切羽詰まった時とかはやっぱり答えるのにやっぱり考える時間が必要で、うん、はい 足からどんどん緊張してきて <laughs> ああって固まってしまったりとかするときに敦、うん、子先生が今一緒のペアなんですけど、はい、助けてくれでもうお互いこうチームワークで助け合いながら子どもたちと関わっていってさあまあこれからですね、はい、保育所を目指す皆さんにちょっとこう伝えたいことというか保育園はやっぱり何ですかね すごい、あの、子供たちと一緒に遊んだり。うん、あの、時には喧嘩したり。はいえー、すごい、もう、なんか、自分も若くなるし。うん、やっぱり、あの、子供からの、あの。気持ちも、なんていうのかな、子供からの、なんていうんですかね。あの。影響,ですか影響。はい、そうそう。ですね、影響も持てて、すごい、なんか成長をします。なのでもう。 保育士は一番、うん、あのどの職業もいいところはあると思うんですけど、うん、やっぱり保育士はすごいなんかいろいろ子どもたちに対してもやっぱり自分の子どももいるんですけど、うん、その,あの子どもにもあのちょっとあこんな時こんなかなとかやっぱりこんな,なんかいろんな経験ができるのでう、うん、すごいもういいです。 さあ、ということで、で今回初のインタビューでしたけれども、はい、もう終わりですよ。はい、もうよか <laughs> よかったです。もうドキドキして、もう顔がもうすごいです。<laughs> <laughs> ということで、神つ美里保育園の島田芳美先生でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 さあ今日のお話は花風美里保育園の島田芳美先生に、まあ、インタビューをお届けいたしました。子どもたちとこう関わるのがすごく楽しいですよまたいろいろエネルギーをねもらうことがありますよということをおっしゃっていただきました。保育士の皆さんそれぞれでこう助け合いながら今日は何をしようかなとかプログラムなんかもね一緒にこう考えてやっぱりこの子どものその 特性というかやっぱりさ面白いもので同じこの、まあ、例えば5歳児だったら5歳児で、うん、特徴が全然違うし、うんあのー、よくおしゃべりするんだけど、うん こういうい場面またあのー「不愛想なのかな?」って思ったけどすごいこう保育士の方にこう抱っこしてだったりとかおんぶしてだったりとかでスキンシップを求める子どもがいたりとかそのやっぱりこう性格がもちろんあるのでその性格を見ながらね保育士の皆さんも接し方をこう変えて、えー、取り組んでらっしゃいましたね。 今後またこれから子どもが大好きで,で保育士になりたいという皆さんも、ねうん、多いかと思いますけれどもぜひあの沖縄市の花風三美里保育園道ち保育園現在保育士大募集ですのでうん、うん、詳しくはインターネットで検索してみてください未来家内このコーナーは社会福祉法人人福祉会道ち保育園花風三美里保育園の提供でお送りしました。 さあアジクルタラジオ六月七日火曜日の放送をお届けしております今日の番組のテーマは、うん、久しぶりの再会です、はいえー、ツイキャスの皆さんも紹介しましょうはいテントガンバーローカさん、はい、かなり久しぶりに会う友達を見かけたら、うん、お二人さんは自分から近づいていって声をかけるタイプ、うん、それとも相手の動きを見ながら気づかれなければそのままスルーしちゃうタイプ、うん、さあどっち、うん 僕はもう後ろですねする相手のを見ながらですよあでも相手の動き見るかな見るねというのもさ俺2周続けて見てるわけその同級生同じ人うん1周目はそば屋で僕らがちょっとこう待ってる時にテーブルにいてで2周目の 日日曜日かな、うんまあ、スポーツデポでいて、うん、あっって僕は気が付いて、うん、もう本当にもに魚群のようにフィッてこう向きを変えてカーってこう行くっていうね <laughs> まああのあんまりイメージができなかったわけ久しぶりって言って、うん、あれどちら様みたいな,なんかそんな感じのあれになれそうかなとかいろいろこう考えてねああじゃああんまりなんかそこまで交流はなかった なまあ一緒に行動するとかっていうのなくてクラスでたまに話したりとかするかなぐらい名前もちょっとあやふやって感じだったのでずっとね言っちゃいましたけどうんどんなですか私も一応人を見るかな結構仲いい子とかだったら「なんとかんとかんとか」って行くけど「元気」って言って行くけど「元気」って言って行くけど。 まああんまり喋ったことない人だと、うん、ちょっと「ふーん」って空気のようにその場にその場に「その場にふーん」って同化する同化 <laughs> する <laughs> その時の演技ってうまいと思いません,んその時の演技あああそうだねあのーうん、全然目合ってませんよっていう,うん、うん、気が付いてませんよっていう演技ってありますよねうん、うん あの目ってさある程度見えるさこの何て言えばいいの、まあ、右手をねパーって前出してそうパーって前出してどんどん後ろに180度ぐらいかな180度でもぐらいかなで180度のところって、うん、一応まっすぐ見てても一応いるなっていうのが視,、ね、視界には入るさ。うんうん それをうまくなんか使うっていう<ー> <laughs> うまく使って目線はまっすぐ見てますよでも一応気付いてはいるけど <laughs> <laughs> ことをやってる <laughs> <laughs> いやあのー、が関係性によるよねやっぱりね一番ね、あのー、話しかけられた方がね、うん、行きやすいんだけど私また目が悪いわけねだから何回か間違ってるわけあ<ー>トラウマなんか友達だと思ってど,うどんどん久しぶりあ お前オーマイガッシュ」みたいな違う人ほんとに「オーマイガッシュ」って言ってそうだな違うもうなんか全然違う人とかなんかシルエットとかでもう判断するんだけど目が悪いから言って全然違う人だったらもうねその人もびっくりだし私もそうだなるし何回かそれがあってだからもし私を見かけたらあの声かけてください <laughs> 逆に逆に本当に友達に言うわけどこどこで見たよとか言ったら私気づいてないから大半見えてないから声をかけてくれとなるほどなるほどねいまあ性格とかにもよるよねはい同級生やさって言って声かけようってする人もいるしもう少し こっち側に寄ってくれてたら顔をこっちで向けてたらういってやるけどなんかこうそれがあってこう自分の中のね決め事でなんかまあこんなだったらいけるけどなとかねそんなのありますね距離感とかもあるよね距離感ありますねちょっと遠かったりしたら声かけづらいっていうね話の こう途中で遮ってから、久しぶりっていうのもちょっとね。うんうんうん、そうだよね。うん、だ関係性かな、一番ね。<laughs> さあ、こちら、えー。久しぶりの再会間に合えということで、はい、火曜日のア味クーターラジオは初めましてのアップルポンです。モーリーさん、ディ、はい、エさん、こんにちは。こんにちは。久しぶりの再会ですが、<う>今週の土曜日に開催されるデューティーのスーパーライブでは、うん、いろんな人と。 久しぶりの再会をしますよ地元の同級生とも15年ぶりに会えることになったし<う>内地から来るデューティーのファンの人とも久しぶりの再会があります、うん、ライブの日まで残り4日デューティーのおかげでいろんな方々とつながることができたしモーリーさんのラジオを聴くようになったのもデューティーがきっかけになります、うん、きっと笑いあり涙ありの感動のライブになると思いますモーリーさんぜひお待ちしてますよラジオネームアップルポンさんからいただきました、はい、いいねいいね まあこのデューティーのボーカルのたけちゃんとこのアップルポンさん同じ同級生だったかな、そういう,こうつながりもあってもちろん応援をしていてで、うん、その関連のこうライブが今度の土曜日に、うんえー、那覇の男女共同参画センターティルルこちらの方で開催されるということですね。で、えー、ではでは デューティーのナンバーから「世界の友達」。<music>「気温の床の日にしけのどしちゃってうれしさやたげにかたきうどっや 我心。 さあ、デューティーのナンバーで世界の友達聞いてもらってますけれども、もう今から何ヶ月ぐらい前ですかね、あの、デューティーのたけちゃんが、えー、ゲストでやってきましたけれども、まあ、それがちょうど多分火曜日でしたね。うん。ねそんなたけちゃん、またはひがちゃんがお届けするデューティーが今度の土曜日、那覇の、えー、男女共同参画センター、ティルルの方でワンマンライブを行いますので、ぜひラジオ聞いている皆さんも、インターネットで、えー、デューティー、RYUTY、 デューティーで検索をして調べてね、見てください。お届けした曲は世界の友達でした。 さあアジクーターラジオ生放送をお届けしております。残り時間三分となってますね<い>、えー。交通情報の時間なんですけれども、うん、この時間の沖縄市内の渋滞情報、いきましょう。はいえー、小座運動公園出入口付近からも渋滞が始まっているようで、コリンザ向け、えー、国体道路。こちらの方で、現在、長い渋滞ができているようです。えー、パーク・アビニューから見える国道三・三丸も。 小沢十字路方面から小屋向け三三丸で長い渋滞ができております。えー、これから帰宅される皆さんも各地でね渋滞の恐れがありますので、安全運転、そして車間距離をよろしくお願いいたします。さあ、天気の情報もいきましょう。まあ、今日は一日雨降ったり晴れたりありましたけど、えー、明日八日、北東の風、晴れ、夕方からは曇り、波の高さ一メートル、降水確率、 午前中十パーセント、午後からは二十パーセントの見込みだということですね。えー、木曜日頃まで、この天気、まあ、晴れが続いていきそうだということで、えー、今度の金・銅はちょっと傘マークがついているということですね。うん、以上、天気の情報と交通情報をお届けいたしました。えー、ラジオネーム・ミソニ込ミスキーさんからいただいております。<い>えー、モーリーさん、ディエさん、こんにちは、こんにちはミソニ込ミスキーです。久しぶりの再会、私は。 確実に誰って分かったら話しかけるタイプですね。でも話しかけていい人かな。えー、あ話しかけた人間違いだったら恥ずかしいから確実な人にしか話しかけられませんねということで。ほうほうはい。ん<え>うん？え？うん？いや何でもないよ。大丈夫ですか？うん今ちょっとふってなってた。<laughs> 意識が飛んだ。うんうんなんかね。 声入ってるか大丈夫大丈夫 <laughs> 大丈夫、はい、大丈夫大丈夫まあ人を見るってことですね人を見るって確実な人それは確かにうん,うんまあこれからね <laughs> うん <laughs> <laughs> どうしたんですか <laughs> うん、うん、私、うん多分話しかけられないかな多分これからこれからうんこれから話しかけてほしい派、うん、あじゃあ、うん 宣言したわけけでですね、うん、<laughs> 話しかけてとというこ意外とねやっぱ嬉しいですからね、うん、嬉しいよね覚えてもらってるっていうのはね、うんうん、さあじゃあツイキャスもこんな感じでしょうかいはいツイキャスうんはいこんな感じですわかりました、はい、今日の番組のテーマは「久しぶりの再会」でお届けしました、まあ、これからねどこで誰と どのタイミングで出会うか分かりませんのでうん、うん、またその際は声かけをしていただけたらいいなと思いますアチクルタラジオこの放送は社会福祉法人人福祉会三千代保育園花風三里保育園の提供でお送りしました今日のお相手は DJ モーリーと火曜日はスタントリエでしたまた明日